宍戸高家は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。秋国高田軍公立の御流城を本拠とする国人領主、宍戸家の当主。後に、毛利氏の家臣となり、毛利元成の娘を妻として一門衆となった。父の宍戸屋三郎元家英昭15年は、 子戸秋守元家の孫にあたり、子戸氏当主子戸元,元元の着難であったが二十一歳で、討ち死にした。母は実家である山内家に戻されたが、間もなく妊娠していたことが発覚し、高家が誕生した。高家は、外祖父、直通の下で養育され、成長した後に、子戸氏に復帰した。元服に際し、大内義高より返記を受けて高家と名乗る。 家臣の残言により、貢献役であったおじの宍戸隆忠を殺害し、因果関係は不明だが伝承では一時失明している。宍戸氏は、秋国の国人として、代々、もう年家と争っていたが、毛利元成の次女を妻として迎え、吉川元春や小早川隆景らと、軍事行動を共にした。特に高家は、伊予国の河野氏一族に娘を嫁がせるなど、 血縁関係を深め、A60 年からの毛利氏の伊予出兵でも、河野氏支援に動いた。毛利元成、流源からも徴用され、元成は高家を一門同様として、扱うように流源らに命じている。高家も、元成の期待に総活躍をし、中節を尽くしたことから、江戸時代以降も、志子年は一門筆頭とされた。高家は、積極的に、 もう年家との婚姻を進め、次女が、吉川元春の嫡男、吉川元長正室に、三女が、毛利照元の正室となっている。また、横尾の死の最後の当主、河野通期は、獅子戸め門の出である。家徳は、嫡男の獅子戸元秀を拝嫡していたため、嫡孫となる、獅子戸元次に後を継がせた。文禄元年、74歳で死去。墓所は、 広島県秋田方市にある。ありがとうございます。